1月11日木曜日放送スタートの TV アニメデスマーチから始まる異世界協奏曲より元旦に行われた第1話の先行上映イベントデスマーチから始まる2018のオフィシャルデスマーチから始まる異世界協奏曲は小説家になろう初 TV 数5億超小説と漫画のシリーズ累計発行部数200万部突破の大人気作品。異世界に迷い込み、ひょんなことから最強の力と財宝を手にしてしまった主人公サトゥが女の子たちを助けたり、デートしたり、観光したり、美味しいものを食べたり、ヘリップという夢のような旅に出かける姿を描いたほのぼの異世界観光記。2017年8月には TV アニメ化を発表。監督はバカとテストと召喚獣や F-ATL of Memories を手掛けた大沼慎さん。アニメション制作はブレイブウィッチーズ、ロンの王よりなどのシルバーリンクが担当する。あるある動画ありデスマーチから始まる異世界協奏曲 TV アニメ化決定。アニメーション制作はシルバーリンク、監督は大沼慎。あるある2018年冬アニメ一覧。今回2018年の元日に新宿バルト Q にて開催された第1話の先行上映トークショーイベントデスマーチから始まる2018より主人公サトゥー役の堀江俊さん、サトゥーによって拾われた奴隷の一人ポチ役の河野日和さん、デスマーチから始まる2018オフィシャルレポート継承略。まずは新年1月1日ということで2018年の抱負をお聞かせください。堀江、平たく言いますとめっちゃ売れる笑い。今年は飛躍の年にして全身全霊をかけてデスマーチを打っていきたいです。ルルはお料理上手な設定なので私もお料理スキル上げていきたいです。を駆け抜けていきたいです笑いが無視。今は週6で鍋食べてるので苦笑、切る、煮るだけでなく炒めるとか蒸すとかやっていきたいです。それでは本作の見どころからお聞かせください。堀江、各話によって変わっていく展開ですね。第1話は迫力ある戦闘シーンや日常シーンなどがありました。怒涛の展開が押し寄せてくるのでぜひお見逃しなく。河野、ゲームをしてるような画面がいっぱい出てきます。小さい頃にゲームの世界に入りたいって思ったあの気持ちが味わえます。ゲームをしているようでもありゲームをプレイしている人を横で見ているような気持ちにもなれて一挙両得です笑い。はやせ、アニメになって BGM とかがついて素晴らしいですね。それらが異世界に入り込める大きな要素になっていると思います。主人公の若返った15歳のサトゥーと大人のサトゥーが今後どう交わっていくのか見てほしいです。それぞれ演じられたキャラクターはいかがですか。堀江、サトゥー、鈴木一郎という役はナノベの主人公的ではなく社会人としての一般教養を身につけていて対人関係がしっかりしています。冷静で大人の面もあるキャラクターです。目まぐるしく大人バージョンとゲーム内の10代バージョンのモノローグなどが入り混じり3種類くらいの声を発しないといけないんです。台本を最初にいただいた時は「ひ」となりました。苦笑。毎週台本と戦っていてすごく演じがいあるキャラですね。河野、この日の河野さんは髪型も耳をつけてポチになりきって登場。ポチちゃんは本当に可愛いんです。
ミ族で、奴隷だったので、最初はビクビクしている感じですが、天真爛漫で明るくよく笑う女の子になっていきます。このアリサ、CV、ユーキアオンが大好きで、けなげで、奥ゆかしさを秘めた女の子です。サトゥーのことも大好きで、女の子らしい感情が爆発したり、妄想が膨らんだり面白い子なので注目してほしいです。とかお肉とか、ものすごく美味しそうに食べます。タマちゃん、CV、僕の香り屋と一緒によくいるので、タマちゃんといる時の元気な感じは、一挙両得の可愛さがあります。かっこ笑い。ハヤセ、ルリャクについて一見、ザ・黒髪美少女という感じで、普通の世界にいたらアイドルも走って逃げていくような可愛い女の子ですが、異世界ではこの容姿は醜いとされていて、それゆえに可哀想な過去もあり、内気で引っ込み思案な女の、アフレコはいかがですか？堀江、難しいセリフもあるし、何より大人と10代バージョンの切り替えをしつつ、でも声は違うけど中身は同じ人間という統一性を持たなくてはならず、難しいですね。河野、私はお芝居を今年始めたばかりで、何もわかんない状態だったんです。ポチがお肉を食べるシーンが魅力的だと思って、ここで可愛らしさを出したい、と思いました。アフレコの週は、お肉をあえて食べず、前日に友達と食事に行き、友達がお肉を食べているのに私は野菜を食べて、目の前にお肉があるのに食べられない状況を味わうことで、これか、とかっこ笑い。最後の一切れだけ食べさせてもらって、その美味しさを味わいました。そうやってポチちゃんに向き合いました。かっこ笑い。はやせ、毎回。アフレコに行くとき、すごく緊張してたんですが、皆さん朗らかで和やかで、やりやすい雰囲気を作ってくださるんです。リザ役の津田みなみさんが、毎回お菓子を差し入れてくださったり、ゆうきさんもアドバイスをくださったり、頼りがいのある方ばかりで、人見知りにはありがたい現場です。最後に改めてメッセージをお願いします。堀江、キャストの一人一人が自分の役に対してすごい熱量で取り組んでいます。より良い作品にしようという熱意でいっぱいの作品になってます。ピンを見て、こんなにクオリティ高い作品に仕上げてくださって嬉しい気持ちです。まだ収録は残っていますが、これからのアフレコに向けて、さらに身の引き締まる思いになりました。誰一人死を抜くことなく作っていますので、ぜひ最後まで応援いただければと思います。河野、私にとって、ポチが初めてのメインキャスト役です。中アフレコで緊張していますし、どう演じたら皆さんが楽しんでもらえるか、といつも考えながらアフレコに臨んでいます。第2話以降、これからどんどん物語が広がって面白くなるので、大切に作っていきたいです。頑張ります。早瀬、本日上映会で第1話を見て、これは絶対来るぞ、って確信を持ちました。こんな素晴らしい作品にしていただけたので、ぜひこれからも応援していただけると嬉しいです。イベント概要。レスマーチから始まる2018。日程、2018年仮眠を取っていたはずが、気がつくと異世界にフリップ。視界の端には、仮眠前に作っていたゲームを思わせるメニュー画面。堀江俊、佐藤鈴木一郎役、河野日和、ポチ役、早瀬里香、ルリャク。レベル1の初期状態。ただし、初心者救済策として実装したばかりの、全マップ探査と、マップ殲滅ボム、流星タイムズ、3月。
にはトカゲ人の大群が助かるために流星雨を使用したサトゥーは、その結果レベルが310となり莫大な財宝を手に入れる。夢か幻か、ここにサトゥーの旅が始まる。スタッフ、監督、大沼慎、代表作、落第騎士の英雄ターン。シリーズ構成、脚本、下山健人。キャラクターデザイン、滝本幸子。アニメーション制作、シルバーリンク。タイムズ、コネクト、代表作、バテケリードライガープリズマ、イリア。キャスト、サトゥー、堀江俊。ゼナ、高橋リー。ポチ、河野日和。玉、奥。